横手公園の鎌倉兵庫県の鎌倉横手市、鎌倉館鎌倉とは、秋田県、新潟県など日本の降雪地域に伝わる、小正月の伝統行事。雪で作った家の中に祭壇を設け、水神を祀る。一般には伝統行事で作られるものに限らず、ぼんぼり自体が鎌倉と呼ばれる。また、新潟県の魚沼地方では、同様のぼんぼりや、 行事のことを本やらほらという。鎌倉の語源は、形が鎌戸に似ているから、鎌戸蔵であるとする説や、神の御座書、神座が展示たものであるとする説などがある。京都御所清涼殿で行われていた、吉書焼の詐欺調の威風を移したものと言われ、鎌倉時代初期に、二階堂氏がこの地方の地頭となった時に始まり、豊作祈願の火祭りとして続けられた。 六号の鎌倉行事の場合、現在の形が定着したのは江戸時代初期の頃と言われている。秋田県内にはこのほか仙北市や横手市などにも伝わっている。また、新潟県の魚沼地方では本やらほらという同様の伝統行事が行われている。横手の鎌倉は420年から450年の歴史がある横手を代表するお祭り。 鎌倉建造自体は、祭礼ではなくあくまでも行事であり、1988年の昭和天皇病気療養時にも自粛せずに開催されている。一方で、横手の雪祭りは約280年の歴史があるとされている。盆殿とは不可分の祭礼である。現在のような行事になったのは、明治30年以降のことで、詐欺町の行事と水神を祭る行事が合わさり、 さらに子供の行事となったものである。昭和11年にこの地を訪れたドイツ人建築家、ブルーノ・タウトが日本美の再発見の中で子供たちがボンボリの中に祭壇を設けて水神を祭り餅などを食べたり鳥追いの歌を歌ったりして遊んだりする。この素朴で幻想的な情景をまるで夢の国と絶賛したこともあり、ますます盛んになり観光客が増えたという。 しかし、その後の生活様式の変化の影響を受け、家々での鎌倉作りは激滅しモデル鎌倉を中心とした観光行事としての色合いが強くなった。一方、伝統的な鎌倉の復興を望む声もあり、羽黒の鎌倉、ウェルカム鎌倉、一個一鎌倉運動などが横手市の地域団体によって展開されている。横手市役所本庁舎となりには、 横手市鎌倉館があり、1階にある鎌倉室の中には本物の鎌倉一揆が常設展示されており、雪の入れ替え作業日と定休日以外は年中鎌倉内に入る体験が可能である。防寒着として鎌倉室入り口にはどんぶくが用意されている。横手の鎌倉の作り方は雪を積み重ねて、 踏んだりシャベルで横から叩いたりして固めた後、雪をかき出して、空洞と出入り口をこしらえる。一人用は直径2メートル、4から5人入れる大型は直径3.5メートルを目安とし、安全のため壁は十分な厚さを持たせる。観光化して設置数が増えたため、人や自動車の往来を妨げないように、かつての伏せた湾型から細身に形状が変化している。 横手には、普段は、農業などをしていて、鎌倉作りを得意とする職人が16人いるが、数が減ってきている。六号の鎌倉行事は、約700年の歴史があり、重要無形民族文化財となっている。三里町六号地区では、延暦21年に、聖遺体将軍坂の上の田村麻呂が創建したという、秋田スワグーの正々月の神事として、 鎌倉行事が2月11日から15日にかけ以下の日程で模様される。観光行事としては竹内が行われる。秋田市の鎌倉行事であり、雪で包茎に作った囲いに、藁で作った屋根をかぶせ中に、水神、鎌倉大名神を祀る。鎌倉の中には空の米俵を積んでおり、祭りの終わりに一つずつ火をつけ、日降り鎌倉のように振り回す。 1910年に、ろうそくの火が、鎌倉の屋根を焼く、火災事件が発生したため、警察と消防により、行事が禁止された。以後60年以上と抱えていたが、1975年、大田町の町内会が、子供行事として復活させ、現在も続けられている。新潟県中越地方では、同様のボンボリや、行事のことを、本やらほらという。本やらほらは、 各地の雪祭りの行事の中で多く作られるが、本やらほらをメインにした行事としては、毎年2月に行われる、おじやし山や、つぼの地区の山やつぼの本やら、ほら祭り、南魚沼市の6日、超温泉本やら、ほら祭りが有名である。本やらほらの行事の内容は、秋田県の六号の鎌倉と同様、子供たちが雪で室を作り、水神様をお祭りし、 鳥追いの歌を歌う。告げ吉春の漫画作品、本やらほらの弁算に鳥追いと共に情緒豊かに描かれた。ありがとうございます。